この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。激辛スターチャンネル、皆様いかがお過ごしでしょうか。麻生祐希です。いつも元気笑顔は一番、真田明です。はい、今週は愛知県碧南市沢渡町の新見カラオケにやってまいりました。お隣がチーママの新見雅代さんです。よろしくお願いします。お願いいたします。チーママなんですか。はい、態度が大きいんですけど、チーママです。大丈夫ですよ、大丈夫。ね、チーママさんですけれども、ね、こんなお衣装で今日は出ていただきましたけど、そうですね、はい、うちの座布団によく似てるんですけど、いいえ、違います。これ私のユニフォームでございます。はい、ありがとうございます。ユニフォームでそうです。いつもチーママこういう格好で、じゃあ、はい、トレードマークで、80を過ぎました私の母が作ってくれたものなので、はい、大事なもの、そう、大事ですよね、はいはい、これからもこれを使っていただくように、ね、う、一つお願い したいと思いますね。はい、ところで、こちらの新見さんではカラオケ教室をしていらっしゃるそうですね。はい、そうです。木曜日と金曜日にカラオケ教室がありまして、はい、木曜日が個人レッスン、はい、金曜日が団体レッスンになっております。ということで、今日ね、出演していただく方の中にも、はい、ね、レッスンしていただいている方いらっしゃるかもしれない。そうですね、はいはい、ということで今日もたくさんの方に集まっていただいております。はい、では皆さん始まりますよ。頑張っていきましょうね。はい、それでは気合を入れて頑張るぞ。おー、じいちゃん、いつものとこ行こう。うん、一緒にゲーム、一緒にご飯、一緒に天然温泉、また来ような。うん、家は構造材の強度が一番重要です。いい材料を十分に使ってしっかりと施工しなければダメなんです。私が責任を持って自信に強い頑丈な家をお作りします。